これで望み通りだろう。兄さん、傷は？邪魔はないな。復讐も何もかも全部俺の役目だとか言っといて。そんな。ユリ、俺は今幸せなんだよ。やっと母さんを殺したヴァンパイアの力解放されるんだからな。兄さん。お前の大事なものだ。俺がしてやれるのはここまでだ。ユリ、生きろ。箱と一緒に生きて。きっと示してみせるよ、新しいシリウスの誇りを。ああ、やっぱりユリは強いな。兄さん。当たり前だろ、僕は兄さんの弟なんだから。兄さん。教授、ウィラード教授。ゆっくり。それが箱を持つ者の本当の姿か。はい、僕はこの力をこの世界のために使います。それがシリウス一族に託した者の願いだと思うのです。それを叶えることがこれからの僕の生きる道。そうか。でも教授、僕もエフグラフのように箱に飲み込まれてしまったら、その時は僕を殺してください。もう一人の父として。さようなら教授。いえ、父さん。ユーリーさん、あなたは私に目に映るものが全てではないということを、異なる世界をどのように見つめればよいかを教えてくれました。だから進む道は違っても、思いを同じくしてその道を進めば、きっとその先で重なり合える。そう信じています。ねえ、本当に来るの？長老たちはもう諦めているんだよ。でもユーリーが来てみんなを説得してくれたら、あの病気を何とかしようって思ってくれるかもしれない。待ってる、ずっと待ってるから。私たちを助けてユーリー。ほら、信じてくれているかな。でもお互いに信じ合わなきゃこの道は一歩も進めないんだ。みんなはバカなことをって怒るかもしれないけど、これもシリウスの誇りのあり方なんだって思うから。この先、多くの交わることのない世界を僕は見るのだろう。けどそこで僕が交わることを諦めなければ、最後にたどり着く先を照らせれば、きっとこの与えられた力を信じて。そうだろ、兄さん。僕はシリウスだ。そして僕は世界を守り、繋ぐもの。